病院から帰ってきました。病院ではムービーは撮らなかったんですが、まあ家に帰ってきて、ここは駐車場のところに、タンポポが咲いてたので、まあこれを撮りながら、まあ何か語ろうかなって感じですかね。整形外科に行って、まあ来月とうとうヘルニアの手術を受ける決心をしてきました。まあ私は全然病院とかに行かないので、ちょっと怖いんですけどね。まあそれを嫁に言ったら笑われましたけど、まあビビリですかね。男はビビリだよって言っときましたけど、まあちょっとビビってます。だけどこれでまた運動できるように なれたらいいなって思ってます。まあそしたら無理しない範囲で、まあ歩ったり自転車漕いだりしたいなって思います。まあ今回、まあ本当に寝てるのもひどいぐらいのヘルニアになってしまって、まあありがたみがわかりますね。歩けたことってすごい良かったんだなって、まあ失ってみて、その幸せに気づくことができましたので、まあ、この痛くなったっていうのも意味があったと思います。では部屋に帰って、まあ、これからお昼食べたいと思います。そばがきを作りました。見た目ちょっと悪いですけど美味しいと思います。最近そばがき作り始めました。あとはいつものヤクルトの、豚骨醤油ラーメンです。いただきます。いつもの、窓から見える景色を、動画に撮りながら、ちょっと今日はですね、写真にも載せたんですけど、小林誠寛さんの、本を紹介していきたいと思います。私は小林誠寛さんが好きで、よく本を読んでいます。で、まあ、小林誠寛さんが好きというよりは、小林誠寛さんの本が好きでよく読んでいて、その本に書かれているように生活してみたいなっていうふうに理想を描いていますが、なかなか、そういうふうにできません。引き寄せの法則っていうのがあると思うんですけど、まあ、こうやって小林誠寛さんが好きでこういうふうに暮らしたいっていうふうに情報発信することで、そういう同じような考えを持った人を引き寄せられればなと思って、今後も小林誠寛さんの、ことを紹介していきたいと思うんですが、今日は菊和の思想ということで、競うこと、比べること、争うことは必要ありません。自分の持っている良いところで社会に参加する、いろんな力が寄せ集まって社会は成り立っていますっていう菊和の思想を、読んでみたいと思います。悪魔さんの陰謀のところでも述べましたが、この悪魔さんっていうのは前の項目にあるやつで、また後で読みたいと思いますが、人間の心の中には妬み、嫉み、嫉妬、やきもちという心が潜んでいます。これらはどこから来ているかというと、大きくは気、競う心、く、比べる心、あ、争う心から始まっています。自分はあんなやつに負けたくない、あいつの下にはなりたくないという考え方です。自分が上にいるときはいいのですが、相手が上に行くと、相手を恨んだり憎んだり引っ張って引きずり下ろしそうと考えたりします。これが妬み、嫉み、嫉妬や気持ちの心です。結局は争う心、比べる心、競う心、比べる心、争う心というものから始まっています。こういう心がけがなければ人生はどんなに楽か知れません。しかし明治以降、西洋的な思想、教育思想が入ってきて、小中高校の学校教育は基本的に競うこと、比べること、争うことを教え込む教育体系になりました。その結果、争うこと、比べること、競うこと、比べること、争うこと、クラスの中でどれくらいの順番になるいるか、同じ学年の、中でどれくらいの順番にいるかということを常に、争われるように、競われるように教え込まれたのです。全体の中でどれくらい優れているとか劣っているという相対的な評価をずっと教え込まれてきました。多くの人がこの教育的価値を教え込まれているために、競うこと、比べること、争うことが当たり前なんだと思い込まれされています。ですから常に人と比べて自分が上にあるのか下にあるのかという考え方をしています。人間の価値というのはそれぞれに全部違います。100メートル走るのが速い子がいる、それは確かに一つの価値です。
しかしマラソンを走らせたらそれも一番になるというわけではありません。100メートルはすごく遅くてもマラソンでは、耐久力のある子が1位になったりするものです。100メートル走って1位になる子がいて、マラソンで1位になる子が今いる。しかしその子たちに水泳をさせたら必ずしもすごく上手であるというわけではありません。そして水泳が得意な子に、ピアノを弾かせたらピアノもとても上手に弾けるというものではありません。ピアノが上手な子に絵を描かせたら絵もとても上手というわけでは、ありません。つまり人間、それぞれに、全部特徴があり特色があるのです。どんな道であっても、どんなジャンルであっても、どんな分野であっても、その得意な分野が一つあれば人間は生きていけます。総合力で競い合うなどということは全く無意味です。総合力は必要ありません。1点、その人が得意なジャンルがあればいい。柔道が得意ならば柔道で生きていくことができます。相撲が得意ならば、相撲で生きていくことができます。絵が好きならば絵で食べていくことができます。音楽が好きならば音楽で生活することができます。今の世の中、そういう意味では自分の好きなことをやって生活できる、なんとか暮らしが成り立つという、とてもありがたい時代になっているように思うのです。ですから総合力で競うこと、比べること、争うことをする、意味がありません。自分の好きなことを好きなようにやっていくこということで人間は十分生きられます。そして自分に足りないところは友人に補ってもらう、友人に足りないところは自分が補ってあげる、そういう生き方、考え方というのはどうでしょうか。妬み、そねみ、やきもち、嫉妬というのは比べ合うところから来ています。そういう考えや感情を全部やめてしまって、自分は自分、他人は他人、自分は、こういういいところで社会に貢献できるけれども、あの人は別のところで貢献できる、みんなが力を集めて世の中を作っている、そういうふうに考えることはできないでしょうか。争わない、競わない、比べない、争わないということが自分の身についたら人生はとても楽なものになります。そして楽しいものになります。それは豊かな暮らし、豊かな生活ということでもあります。競うこと、比べること、争うことを教え込まれてきたので、抜け出すのは確かに難しいことと思います。ですがこのことに気がついたところから人間は解放されます。自由な心、自由な魂になることができます。誰かと比べる必要はありません。私は私、私の持っている良いところで社会に参加する、別の人はその人の良いところで社会に参加をする、それぞれのいろんな力が寄せ集まって社会は成り立っています。競い合ったり比べ合ったり競争する必要はありません。互いの力を認め合って互いに支え合うという生き方はどうでしょうか。おはようございます。今日はこれから整形外科に行きます。今はまだ、朝の7時半です。9時の予約なので1時間前ぐらいには着いておこうと思います。で、今日はヘルニアの手術を決めてこようと思います。それで、整形が終わったら夕方、会議があるんですが、それまで時間があるので、少し休みを楽しみたいと思います。昨日雨が一日中降ってたんですが、まだ桜が残ってそうなので桜なんかも見れたらなと思います。はい、じゃあそれでは今日も行ってみましょう。